ばあさんが小さな家でつつましく暮らしていました。壊れ洗濯している時大きな桃が流れてきたり、山で仕分りしている時輝く竹を見つけたり、なんてこともな平穏な毎日を過ごしていました。同じ家に住んで同じ米を食べて、ドラマチックな出来事など一つもないけれど、それは二人にとって素敵な物語。おやすみ、めでたしめでたし。昔昔あるとこにおじいさんとおばあさんが小さな家でつつましく暮らしていました。助けた亀に連れられて竜宮城へ行ってみたり、殿様の前で美しく枯れ木に花を咲かせたり、なんてこともなくありふれた毎日を過ごしていました。共に年を重ね、シワの数も増えて、振り返っても足跡さえ残ってないけれど、それは二人にとって素敵な物語。おはよう、始まり始まり。Oh, yeah.